もうなんか楽しみですね。皆さんもじゃあ今日の試合のそうです。お疲れ様です。健坊です。今日はこちらを見てください。こちら誰々さんにいただいたパンパンに太ったクロダイ。お腹がもうパンパン、こうなんかカメラもなんかグワーンとなってますよね。で、すごい太ってる。わかりますかね、この体高。かなり太いですね。かなり太いですね。俺の指の高さぐらいある。このお腹楽しみですね。こう滑り台みたいになってるから、こう鱗が取りづらいと思います。もう一匹金大さんにいただいたヒゲソリダイです。こちらヒゲソリダイってつくんですけど、こちらはタイの仲間ではなくてイサキの仲間です。だってヒゲソリダイっていう名前の由来がね、はい、あるんですけど、こちらの下顎のところに、この辺にヒゲを剃った後のようななんかヒラヒラがあるんですよね。これが名前の由来です。パパの顎みたいになってるところですね。はい。今日はこちらのパンパンに太ったクロダイとこちらのヒゲ剃りダイを使ってお刺身を作って、お刺身の食べ比べをしていきたいと思います。じゃあ美味しくいただく。じゃあ下処理やっていきましょう。どうですか？いや結構体型なんで取りづらいですね。どうでしょう？見て。ヒゲソリダイの鱗はどうする？結構細かいけど、なんかグレみたいに食い込んでる。食い込んでるかみたいな感じになってる。でね、クロダイよりこう鱗ついてる面とついてない面が結構違うから、鱗ついてるかついてないかが分かりやすい。あ、色が変わってくように見えるね。うん。すごいね、白っぽくなってる。鱗は取れたので、エラと内臓を取っていきます。この切り込みを断ち切って。よし、切り込みだけ入れてたから、ここは。よし、これでこう立ち切る。よし、これで、あともうここの肛門のところを切って、でそしたら切れたら、このエラはもう切れてるんで、こうやってガラガラガラ、エラと内臓取れました。血綿を取っていきます。まずこの浮き袋を割って、浮き袋を取っちゃう。切れ込みを入れて、水を流して、血綿をゴシゴシ。クロダイやっていきます。エラに切れ込みを入れる。ここかな。こっちがちょっと。よし。そしたら、パンパンのお腹の中、何が入ってるんでしょうね。開けていきましょう。この針の感じ、あ、そうか、
あなたでございましたか。わかった。こんな感じ。卵と肝とじゃあ餌食いっすね。それがめちゃくちゃ大きくなって結構それでこの中にパンパンに詰まってたんですね。ちょっと取り出してみましょう。エラだけ取れちゃいました。内臓が取れてくれんのかい。脂肪やば、脂肪やばくて卵持ってるんですよ。すごいね、すごいね。だからこんな太ってんの。これを大きくするために餌バクバク食ってその結果めちゃくちゃ太くなって卵持ち始めてそれで捕まったって感じか。すごい。こちらがパンパンお腹の正体です。これこのオレンジっぽいのがこれが卵です。でこれが胃袋、なんかめっちゃチャリチャリしてる。でここにあるこれが内臓脂肪。もう卵あって内臓脂肪あるってすごいっす。どうなってんだろう、ね、すごい美味しそうです。でこれこれが肝です。でちょっとここお腹きれいにできました。じゃあまずはヒヤソリダイからさばいていきます。まずは頭を落としていきます。このラインで落とす。まずお腹に油がすごい、油すごい。ここの骨切ります。痛いんで。なんかここにでっけえ骨が1本入ってました。いります。でここにちょっと関節が切れてますよね。ここに包丁をつなぎ入りするように。一回ハサミでここを断ち切りましょう。よし、今度は裏側にも包丁を入れていきます。頭がめちゃくちゃ小顔。よし、これで頭が落ちました。頭落としたので3枚に下ろしていきます。お、すげえ。どうした？油が半端じゃない。油がすげえ、すごっ。さすが金田さんのゲソリダイ。油がほんと見て、こういう筋とかが油まみれですっげー白くなってる。油すっごっ。ほら見て、あ、ちょっと3枚に下ろしてから説明します。気をつけてね。よし、すげえ。油がこことここ、すっげえ油溜まってますよね。これはすっげえいい体の証拠です。じゃあ反対側いきます。油すごいからすっげえ皮引きやすいと思う。
最初はとにかくガイドラインこれぐらいだって入れて、それから骨を感じて入れていく。油が多いと皮引きやすいの？油が多いとね、皮引きやすいっていうかすごい美味しいんで、うん、あとはなんか身がちょっと寝かせて油ある魚はちょっと身が ねっとり感が強い気がする。ちょっとねっとりして、それもまた食感が変わって美味しい。よし、じゃあここを落としてよし、でここも全部入ってますね。そしたらここを背骨のここに入れてグッグッと、あれもういきなり腹骨いっちゃってますね。腹骨が硬い場合はここに7本ぐらい骨が入ってますので、こういう感じで、こんな感じでいきましょう。で、3、2、1、こちらです。すごい綺麗にできた。こことね、ここに油溜まってますね。これ期待できる。めっちゃ美味しそう。しかもさ、見て、カメラでもこんな白く映ってる。絶対美味しいでしょ。続きまして、クロダイさばいていきます。まずは頭落とし。結構蝶が切りやすい。なんで？繰り返した。その前にここら辺まで包丁を入れる。そうするとこっちにした時にすごいここだなっていう風に分かりやすいんです。ここです、ここだなって分かりやすい。だからこことここをつなぐようにこんな感じ。こんな感じ。ここ完璧。完璧。完璧完璧。ここで、あとはここにあるぶっとい背骨を、背骨。でもそういう時はもうここ。ここはもう身だけなんで、ここ切って、そしてあとは裏技、折る。ここね、わかります？ここせ、ここ関節なんですよ。だからここに詰めてあげるんだけど、でもね、中に太い骨が入って。ここで回す。あ、取れた。よし、ここね、だいぶ取れましたね。よしよし、頭。今度は3枚に下ろしていきます。ここが一番楽しみです。あ、そういう感じか。ヒゲ剃り台に比べてすごいね、身が強い、しっかりしてる。だから包丁に吸い付いてくる感じ。あ、めっちゃうまくいけた。めっちゃうまくいけたぞ。あ、ちょっとこっちから下行っちゃった。
よし、包丁が入りました。で、今度はひっくり返して、お腹が結構油あります。骨ぐるぐるってなったら、おい、よし、ここがね、めっちゃ硬いんで、しかも包丁こうガタガタガタってなんで、スッて滑っちゃうんですよ、包丁の骨がツルツルで。だからちょっと上を攻める、ハサミで、あとは腹骨を断ち切る。こう腹骨も立派で硬いっすね。よし、こちら、ここに油塗ってます。こことここに油塗ってます。これもバッチリなくるぐらいですね。よし、今度は反対側も頑張っていきます。ここね、最初に入れるガイドラインが大事。ガイドラインがうまく決まってないと、よし、うまくいったかな。お、うまくガイドラインが決まった。よし、めっちゃうまくなった。ここうまくいったってのはどういうことなの？ここね、ここの縁側みたいな場所が残ったり、この血管みたいな、これが見えるのが最高。あ、そうなんだ。ウィラーもね、頑張っていきましょう。ここね、ギリギリじゃなくて、ここがね、いい。ここはね、硬すぎて包丁入りません。入っても下なんですよね。だからちょうどいいのはこのライン、こういうライン、こういうラインが最高。ほら、めっちゃうまく切ってる。で、今度はここにぶっとい骨、腹骨を断ち切っていきます。腹骨すら太いからね。よいしょ。で、こうちょっとこういうところがあるんで、ここはちょっと切ってあげて、で、こうして、ここで落とす。こちら、しっかりきれいにできてますね。最近こちらサバクの骨もみんな残ってなくて、うまいです。つけてみる。うまくいった？めっちゃうまくいった。まあ引き続きもね、頑張っていきましょう。こちらはヒゲ剃り台なんですけど、ちょっと思ったより身が重かったので、今日動画で使うのは片身でやっていきます。まずは腹骨付き。こうね、こういうのも、こうね、入って向きとかがあるんでね、ある程度身をそがないように、こっちからこう見ながら、もうここまでしか入ってないんで、あとは上にこうする感じ。こうするとほら、身も全然残ってない。カバー、こんな感じでやることができます。チャイ骨を取っていきます。こういう感じで入ってる場合もあるんで、こうちゃんとこういう感じで反って入れてあげる。あ、これなみなみに、なみなみにというか、ちゃんと最初にどこに入ってるかなっていうのを確認して、あそこをなぞっていくんだ。よし、こっちが目節で、こちらジャイ骨がついてる感じ。こっちがジャイ骨がない方です。背中側、ここね、ちょっと気持ちいい、こっち側に包丁を倒す感じ。こっち側にちょっと包丁を倒す、こういう感じ。
そうするとね、この血合いというか、さっきは見ればわかるかな。そう、これは血合いです。血合い。泡引いていきます。あ、切れちゃった。切れちゃった場合は、こっちから。ちゃんと皮をピンピンにしてあげる。皮を巻いて持って、こんな感じで綺麗に引けました。すごい。すっげえ油あったんで、すっごい引きやすかったです。うまくいったじゃないですか。はい。続きまして、クロダイの腹骨を取っていきます。よし、腹骨取れました。今度はクロダイの血合い骨を取っていきます。すごいね、クロダイは血合い骨が分厚いんで、すごい入って層が厚い。こっちがない方取れました。結構ね、硬かったです。こちら血合いに、血合いに取れました。今度は皮を引いていきます。もういいや。うわ、油がすごい。皮ですね。で、気になる皮面がこちら。こんな感じ。ちょっと残っちゃいましたね。でもうまかったね。ありがとう。よし。あ、取れました。ナイスリカバリー。ありがとう。盛り付ける前にまず土台を作っていきます。こう、つまを絞って、こういう感じで、ここに、こう、細長く。これは、自分の考え通りでいいです。なんとなく、早期的にこうしたいというか、イメージがあるの、盛り付けの。はい。大葉を一枚載せます。で、それ以外から切っていきます。まずこう捨て柵って言って、形をここの整えるための柵。
よし、OK。こういう感じで。そしたら、大葉を一つと、四つぐらい。豪快に。続きまして、黒貝やっていく。よし、この辺にガタッと、そしたらヒゲ剃り台とクロダイのお刺身の盛り合わせの完成！完成！完成しました。いただきます。お疲れ様。うまそう。こっちがクロダイ、こっちがヒゲソリダイです。じゃあまずヒゲソリダイからいただきましょう。いただきます。やります。もう美味しい。うん。そう、油と身がさっぱりしていて、でもほんのり甘みがあって、すっげえうまい。めっちゃ美味しい。で、今度黒鯛行きましょう。黒鯛がこちら。いただきます。もおいしい。うん、弾力があってすごいもちもちしてて、すごい味もめっちゃ超いいんです。とにかくうまい。うまいか。めっちゃおいしいね。ヒゲ剃り台ははさっぱりしていて、で 甘みもすごく強かったですね。クロダイはとにかくもちもちで上品で、ほんのり甘みがある、そんな感じの味でした。どっちもグッて。今回も、はい、めちゃくちゃ美味しそうなんで、はい、パパも食べていいですか。はい、じゃあ家族みんなで食べていきます。とごちそうさまでした。うまかった。今回もうまかったね。はい、今日はクロダイとヒゲソリダイの食べ比べをしてみたんですけど、どちらもすごく美味しかったです。でも特にソーキはヒゲソリダイの方が美味しかったです。クロダイより脂もあっさりしていて、甘みが強くて美味しかったです。皆さんもね、食べてみてください。ヒゲソリダイはソーキにとってすごく特別な魚です。今度はまた違った調理法で美味しくいただけたらなと思います。怪我だけ気をつけてね。はい、じゃあ今日はここまで。また見てね。気持ちいいよ。どうだ、高評価、チャンネル登録もお願いします。じゃあバイバイ。